よいしょ。よっと。なんか、右のふくらはぎの外側、なんかだるいな。なんかだるいな。よいしょ。なんかお尻もだるいな。だるい。なんか寝つけない。ちょっと起きよう。立ってた方が楽やな。寝てるのはしんどいけど、立ってる方が楽やわ。何やろ。なんで寝てるときついんだろう。なんで？はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、夜寝てるとふくらはぎの外側が痛だるいっていうようなね、症状を改善していくマッサージの方法をお伝えできればなと思います。はい、これを見てるあなたっていうのはね、こう寝てる時にふくらはぎの外側がなんか痛だるかったりとか、あるいはね、お尻が痛くてちょっとね、うまく寝つけない、寝づらいっていうところで、姿勢を変えてみたりとかですね、股関節周りのストレッチをやったりとかするけども、改善しなくて困ってると思うんですよ。で、そういったね、症状のじゃ原因はどこにあるのかっていうと、腎臓が原因であることが非常に多くあります。はい、で、なんで腎臓とそういう寝てる時のね、足の重だるさというか痛だるさが起きてくるのかをちょっとお話をしていきます。ではね、なんでこう寝てる時のふくらはぎの外側の痛みだったりとか、お尻がね、腎臓と関係してくるのかっていうと、こちら見ていただければと思うんですけども、腎臓っていうのはですね、こんな感じで、いろんな神経だったりとか血管ですよね、の近くを走行してますし、あとは筋肉とのね、つながりっていうのもあったりとかします。で、寝てる時にそういう症状がある方っていうのは、腎臓がね、疲れてる状態なんですよね。弱ってる、機能がね、上手に働けないような状態になってます。で、そういう状態になるとどういうことが起きるのかっていうと、いろいろ諸説はあるんですが、その周辺のね、血管だったりとか神経っていうのを圧迫してしまって、血流が下に行かなくなって足がこう重だるくなってくるっていう諸説もありますし、あとはね、筋肉と膜によってつながっているので、腎臓が弱くなって膜が硬くなることによって、お腹の筋肉だったりとか硬くなって、そこから神経の問題が起きてしまったりとか、いろいろ理由はあるんですけども、そういうことはね、起きてるっていうふうに言われてます。でね、あなたのね、その痛みっていうのが腎臓由来かどうかっていうのをね、こう見分けるポイントとして、起き上がった方が楽、ちょっと立って歩いてあげてた方が楽なのであれば、おそらくね、その症状っていうのは腎臓由来から起きてる可能性が高いです。なので、そういう方はね、ぜひ今からお伝えするマッサージの方法っていうのを試していただければと思うんですけども、今日の内容が合う方っていうのはですね、よくね、こうコーヒーだったりとかお茶って言われるところのこのカフェイン系をね、よく摂取する人だったりとか、あとはお酒ですね、お酒をよく飲む人、そしてストレスですね、ストレスが日頃よくある人で、あとはね、腎疾患ですね、シンプルに糖尿病だったりとか、腎臓自体に何かしら問題がある人、あとはさっきも言ったように動いてた方が楽な人ですね、寝てるとしんどいけど動いてた方が楽な人は、おそらくね、腎臓からその症状が来てる可能性が高いですので、今からお伝えするね、マッサージ2つありますので、一緒にやっていきましょう。はい、ではね、マッサージの2つのうちの1つ目をまずやっていこうと思うんですけど、痛い方ですね、痛だるい方をまず出してあげてください。はい、で、こっち内側、外側になってくるんですけど、まず1つ目のね、マッサージはこの膝の裏あるじゃないですか、膝の裏のシワ、はい、ありますよね。そこの一番内側のポイントをまず見つけてください。膝の裏のおしわの一番内側のポイント、ここを見つけてあげます。はい、で、そこを見つけていただいたらね、そこからまず指3本分ぐらい下に行ってください。123、3本分ぐらい下にまず行ってもらいます。はい、で、行っていただいたらね、そこから指2本、3本にしましょうか。3本外側ですね、裏側っていうのかな、裏側の方に指を滑らせてください。はい、そうするとね、ふくらはぎのちょっと内側の方にたどり着くと思うんですけど、ここがね、腎臓が弱ってる人は硬くなってる人が多いです。はい、なので、ここをね、こっち方向に親指でグッとこっち方向に押していただく。はい、
そうするとね、こうツーンってする感じがあると思いますし、まあ、ここの外側の部分ね、ふくらはぎの外側の部分に、痺れだったりとか痛み、まあ、座骨神経痛っぽいのがある方っていうのは、ここを押すとね、こうちょっとなんか緩和する感じがあると思います。その感じがあったら、そのままね、ぐりぐりぐりとマッサージしてあげてください。はい、マッサージですね。ぐりぐりぐりと。これを30秒やっていきますよ。じゃあやっていきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。はい、ではね、2つ目のマッサージをやっていこうと思うんですけど、まずね、あなたのこのすねを見つけてください。すねですね。で、すねを見つけていただいたら、こっち内くるぶしですね。内くるぶし、内くるぶし側に指をこういう風に滑らせてください。滑らせる。そうするとね、この骨がペコってこの辺でへこむの分かりますでしょうか。すねから指をペコって、この辺でペコってなると思うんですけど、ここのね、硬さが腎臓の状態を表してるっていうふうにも言われてます。なので、だいたいふくらはぎのちょうど真ん中ぐらいですよね。真ん中ぐらいのところを滑らせて、ペコってへこんだところ、ここに対して親指をね、親指を真下の方にぐっと押し込んであげてください。両手で。はい、そうするとツーンってする感じがあると思いますし、ふくらはぎの、ね、外側のその痛みだったりとかだるさ、座骨神経痛っていうのがちょっと楽になるんじゃないかなと思います。はい、で、このままね、これも同じように30秒待っていきましょう。ではやっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、次は反対側ですね。痛くない方もやっていくことがものすごく大事ですので、次は反対側をやっていきます。また一つ目のマッサージになっていきますね。このシワの内側ですね。ここから指3本下に行っていただいて、そこから3本分裏ですね。はい、行っていただいたこの辺に痛い感じがあると思いますので、ここをね、30秒ぐらいマッサージをしていきます。ではやっていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。そしたら次ですね、このふくらはぎのちょうど真ん中あたりですね、真ん中あたり、すねからペコってへこむところ、ここに対して親指を真下にですね、真下にグッと押し込んであげます。その状態で30秒待ってあげましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。はい、そしたらね、やってみていかがでしょうか。今のをやってね、ふくらはぎの外側だったりとか、お尻がね、寝てても、あ、なんかさっきよりも楽かもって思うのであれば、あなたのその症状っていうのはね、腎臓から来てる可能性が非常に高いです。ちなみに今のそのセルフケアあるじゃないですか、あれは僕もね、たまにコーヒーの飲みすぎで座骨神経痛みたいなのが夜寝てる時だけ出ることがあるんですよ。
はい、それをね自分なりにこう探してちゃんとね効果実証済みなのでぜひね試していただければと思います。最近ですね質問でたった何回でとか〇〇をするだけで座骨神経痛が改善とかねのやつをやるんですけども改善しませんどうしたらいいですかっていうお問い合わせが非常に多く来てますがそりゃそうでしょうが僕の答えです。はい、もうね人によって本当原因って異なるので全員が全員ねそれさえやっとけば良くなるかっていうとそうじゃないんですよね。もちろん今日やったこのマッサージっていうのもそれが原因だった人は良くなると思いますし原因じゃない方はね絶対変わってないです。はい、これをね根本的に改善していくためには生活習慣だったりとか日頃の癖昔の怪我あるいは体の状態とか全部チェックした状態じゃないと断定はできないってところがまあ正直なところあります。ただねただ僕がお伝えしているのは自分の実体験もそうですしあるいはいろんな患者さんに試してみてこうだったらこうだったよねっていうのを組み合わせながらお伝えしてるような内容になってますのでできるだけねリアルな患者さんの状態に合わせた内容っていうのをね送らせていただいてますのであなんか今日の動画良かったなと思った方はねぜひチャンネル登録だったりとかいいねボタンよろしくお願いします。そして、今日のね内容良かったなと思ったりとか今後こういう風な動画を撮ってほしいとかねコメントがあったらぜひコメントをしっかり残してください。はい、私がね住んでる福岡県福岡市っていうのは、まあ、ありがたいことにですね雨こそ降ってるんですけど、まあ、川の氾濫だったりとか土砂崩れっていうのは起きてないんですよね。ただ同じ福岡県の中でもこう久留米市の方だったりとかあとは熊本の方ですよね人吉の方だったりとか、まあ、あとは大分ですよね。で僕のね実家の方もねあの大村とか皆さんニュースでもしかしたら見たかな、はい、東園木とか大村っていうのがあったりとかするんですけどそっちの実家の方はねなかなかえぐい状態になってました。はい、長崎の中でも結構ひどい状態でもうね慌ててねあの母親の方には連絡をまず取ってで妹の方にはねなかなか連絡がつかなかったんですよ。母も妹もどっちも大村に、仕事行ってますし妹に関しては大村の方に住んでるので、はい、でやっとね妹と連絡つながったと思ったらね彼氏の家にいたそうです。はい、ってことで今日はこれで終わろうかなと思うんですけど、まあ冗談さておきね、本当明日は我が身ですよ。自分の身は自分で守っていかないといけないので、九州のことだからいいやとかじゃなくて、もしかしたら九州の雨がそのままあなたの地域に行ってしまって、川のね氾濫とかになる可能性が高いですので、ぜひですね避難の準備だったりとか、そういうグッズですよねっていうのは常に用意した状態で、日頃ね過ごしていただけたらなというふうに思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。